教会理事長世界選手権大会準優勝や全日本、選手権大会で史上初となる3回優勝等の成績を残し、松本康一や大悟敏郎、石川貴彦らとともに、終戦直後の日本柔道界を代表する選手の一人であった。鹿児島県鹿児島市出身。1934年に、旧西鹿児島商業学校に入学し、 林和蔵から、同行柔道部及び修道館道場にて指導を受けた。林は、白帯時代から、吉松の才を見抜き、著書、柔道に生きるの中で、吉松の柔道は、主勢の時は、青竹のようにしなやかで、相手が力のバランスを崩すとすぐにビシッと弾き返す。攻撃と守備の区切りがない理想の動きと絶賛している。 吉松の代名詞とも言える県県内股が完成されたのも天性の柔軟な足腰がなせる号であった。1935年から鹿児島商業を全国大会4連覇に導いたほか、相撲でも活躍し、5年時には全国大会を制して中学相撲の第20代横綱となり、各界からも注目された。なお、 鹿児島商業4年時の1938年全国大会の決勝戦で当時豊島市藩学校に在籍していた志村健のジップと対象戦で引き分けに終わっている。鹿児島商業を卒業後は、柔らの道を志して、京都の武道専門学校に進学し、連日の激しい稽古に明け暮れる。2年時の春には、先輩にあたる松本安一や橋本富行と共に、 東京へ一週間の武者修行に赴き、工具警察、警視庁新選組、行動官、万毛開拓青少年義勇軍道場をはしごして1日6時間、近い、荒稽古を行うなどした。吉松は後に、このような稽古を最高のものだとは思っていないが、若い時には一度くらいは、このような稽古をするのも、自分を鍛えて大きな力になるのではないかと、1回し、 稽古は与えられるものではなく、自ら求めるものであると信ずると続けていた。このような努力の甲斐もあり、1942年5月に、柏原神宮外苑の建国会館で行われた、全日本東西学生対抗試合では、西軍の首相を務め、慶応大学の羽鳥テルヒサラ3人を抜いて、西軍を逆転優勝に導いている。 1944年には太平洋戦争に伴う王将で見習い士官として中止へ出征し第二次調査作戦に参加した際に敵団に急所を打ち抜かれながら旧市に一生を得て帰国。福音後は鹿児島県警に入って警察官となり1947年12月9日付で報道官へ入門。1948年の 1> 第1回全日本選手権大会では、準決勝戦で、竹戦時代の先輩である、松本康一六段と、相対し、勝負がつかず抽選により、決勝戦進出を逃した。同年6月の、第1回全国警察選手権大会では、決勝で、松本に雪辱を果たし、優勝を飾る。1949年の第二回全日本選手権大会では、 初戦で、第五都市郎六段に羽越し返しで敗れ、翌50年の第三回大会では二回戦で、広瀬岩を七段に大外刈りで敗れた。1953年全日本選手権、決勝戦にて内股を仕掛ける吉松と、伊藤秀夫1951年の全日本選手権大会では、三連覇を目指す石川隆彦七段との準決勝で、これを、 大外刈りに沈め、地震発の決勝戦に進んだ。決勝戦では、第五と白を6段と12分40秒にわたる、死闘を繰り広げたが、吉松が大外刈りに行ったところを切り返されて一本符を、喫した。身長181センチメートル、体重110キログラムと、 堂々たる体育に鋭い足技とさえのある腰技を合わせ持ちながらも全日本を取れない吉松に対しては、当時の専門からも首をかしげ、脚力不足によるものではとする見方が多数を占めた。そんな声が聞こえてか、吉松は地元鹿児島の城山にある三百段の石段の駆け上りを日課として、脚力強化に努め、 翌52年の全日本選手権大会では3回戦で、今、牛若と称された足技の達人、大沢慶己のレゴを大外刈りで、準決勝戦で宿敵の大号、海進の内股で破り、決勝では石川に判定勝ちして、念願の初優勝を飾った。この功績により、地元市である、南日本新聞社から、南日本文化賞を受賞。 翌53年にも優勝を果たしたが、54年は体調不十分により、準々決勝戦で、江本義孝五段に判定で敗れた。55年はすでに落ち目とされていた、下馬評を覆し、新鋭のソネ工二五段や当時日の出の勢いにあった、夏井登吉六段を下して制し、史上初の大会3度優勝を果たした。 三十五歳で出場した九百五十六年の第一回世界選手権大会では、準決勝戦で若き日のアントン・ヘイシンクを開始わずか四十五秒で内股に一戦、決勝戦で夏井登吉に微妙な判定で敗れるものの銀メダルを獲得。この大会を最後に現役を引退した。吉松は柔軟で恵まれた体格からの内股、大外刈り、羽越し、 払い腰を得意とし、左右から技を繰り出す器用さも合わせ持っていた。また吉松は、竹戦時代を除き東京や大阪といった、大都市ではなく郷里の鹿児島で生涯を過ごした点も、特筆される。稽古相手不足というハンデキャップを覚悟の上では、あったが、選手として、第一戦で活躍する傍ら行進の指導にも当たり、地元の柔道発展に大きく貢献した。 門下に全日本学生選手権、大会2度優勝の松下三郎など、1980年に鹿児島県警を退官してからも鹿児島市平野町で町道場を開く一方、鹿児島県柔道会理事長を務めるなど、地元柔道会のために精力的に活動した。1988年4月の可能市販50年祭にて、行動館より9段くらいを授与。 商談に際し、今後はこの栄養を生かし、柔道を通じて、青少年育成のため微力を尽くす所存と述べた吉松だったが、同年5月末に、胃潰瘍で、南部病院に入院。6月14日に手術を受けるも術後経過が、んばしくなく、3週間後の7月5日午後5時50分に、肝不全のため他界した。7月7日に取り行われた、別式には、 柔道関係者の他一般市民も多く訪れ、鹿児島が生んだ英雄の死を悼んでいる。その死に際に、鹿児島県柔道会会長の宝家康春は、神仏に対する、信仰心が人一倍、扱った個人の冥福を祈るばかりと述べ、全十連元広報委員長の横岡和彦は、豪快な柔道と共に、人間味豊かな笑顔と歯切れの、良い話っぷりが、 印象的だったとその人柄を10回している。居合未知の達人でもあった。ありがとうございます。